どこという質問と、あと家での,あの部屋の単語を紹介したいと思います。いつも通りに分かりやすいイメージがあって、そのイメージを見て、単語を覚えないと、いけない。けな例えばこれは、食堂ですけれども、ラ・サル・ア・マンジェ。で、もとてきは、目的はもちろんその字を読まないで、これを見るだけで、 言えるようになるんですね。ラ・サラ・モ l l e à m 言葉を覚えるんですよね。わずかな言葉でいろんなことが言えますから、だけれども、そうですね。言いたいときにこの言葉が出てくるような練習しないといけない。そこで写真使ってます。はい。それでは始まりたいと思います。今日のタイトルは、Louis est dans la salle à manger? でもまず会話を読んで,で、その後意味を紹介したいと思います。 パパとレオの話ですね。パパ、お父さんとレオの話ですけれども。Louis est dans la salle à manger?Louis est dans la salle à manger? Oui, il est dans la salle à manger. Merci, レオ De rien, パパ。この回は、レオとパパですね。で、お父さんが、Louis は食堂にいますかと聞きますね。で、レオは、はい。 いますよ、食堂にいますよ。で、教えてくれてありがとう、レオ。メッシー、レオ。で、どういたしまして、パパ。で、リア、パパ。簡単な会話ですけれども、これを言えるようになりますといろんな文法がわかる、そして覚えないといけない、わずかな単語、家での 部屋ですねまあ、なぜかと言いますと毎日その部屋を使っているしその部屋でいろんな行動を起こしていると思いますね部屋によってあのやっていることが違いますからとても後で役に立つと,役に立つと思います、はい、それでは場所を覚えましょう「Dans la de Dans la salle salle de bain お風呂ですねお風呂場 dans la c h シンシツですね。シャンシツは部屋ではなくて、寝るところですね。シンシツとなります。Dans la chambre。Dans la cuisine。キッチンの中でですね。キッチンの中で。モノ消しながらね。Dans la cuisine。répétez s'il vous plaît. クリカエスください。Dans la cuisine。

会話通りにしますと、Louis est dans le salon。で、Louis est dans le salon。Merci, Leo.De rien, papa。で、そうすることによって、やっぱり、l が忘れたりするんですね。例えば、Louis est dans le salon って聞いたとき、l o はやっぱり忘れますね。で、その忘れるところは、まあ、文法の,あのまだあのできていないところが出てくると思います。そこで、あそこに。 注意をしながらあの練習すれば言えるようになります。そして、まあ、そういう癖がありますけれども、監視をあの、まあと、性別を覚えないで、単語を勉強するとしている生徒さんがいるんだけれども、それはダメですね。ダンルサロン、必ずサロンには漢視がつきます。で、第2の練習がありまして、ウエ <laughs> ・ルイ。 これはもう少し難しいですけれども、ルイはどこですかです,ですよね。それがちょっと練習しましょう。パパとルイの話ね。Louis, où est l e はどこですかイレ est dans la chambre. あ、真実にいりますね。Tu peux l'appeler? 呼んでもらいますか ?Oui, パパ。Merci, l u i はい、じゃ最後は同じですけれども、Tu peux l'appeler? 呼んでもらいますか というまとめになりますけれども、文法から見てちょっと説明しますと、中的君ですね、プーはできる、アプレは呼ぶ、で、彼をってことレオですね、レオを呼ぶことができますかということですね。でもそれをあまり考えないでやっていただきたいと思います。その後は複数の人はどうなるかということを紹介したいと思いますけれど、まずもうスムーズにね、 これが言えるようになってもらえたら素晴らしいと思います。じゃあもう一回やりましょうね。Louis, oui, Louis, où il e s Il est dans la chambre. 真実にいますね、こコゼショ Tu peux l'appeler?Tu peux l a p p e l e r o u i papa! Merci Louis! でこれで家での会話が覚えてます。 そして大事な単語ですね。やっぱり、dans la salle de bain, dans la chambre, dans la cuisine などはまあ言えないと困りますね。そしてその単語が忘れたりしますので、まあ、時々あ部屋のあの、家での部屋は何ですかということをですね。でもし忘れた場合は、もう一度このビデオを見てください。それでは楽しい週間を過ごしてください。